はい、皆さんこんにちは。暇つぶしキャスト、暇キャストの時間がやってまいりました。私 DJ の健崎です。よろしくお願いいたします。というわけで、年も暮れてそろそろ仕事納めだったり学校が冬休みになったりされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。というわけで、外国人タレントのフィフィさんが今絶賛炎上中なわけですが、ご存知の方いらっしゃいますか？NHK の青山優子アナが今年の春に第4子を出産するということで、まあ今年で約6年目の、育休になると。2011年から第1子を出産して、2013年に第2子、2015年に第3子で、今春に第4子の次女を出産されるということで、まあ、約5年間の育休を取るということになっていて、これに対してフィフィさんという、なんか日本でほとんど育っているんだけども、一応外国人タレントとして活動されている方が、ツイッター上で6年の産休を認めてポストを確保させる余裕、民間には余裕ないね、無給だとしてもここまで長期で社保とか手当とか何らかの保障をして、これを働くママの子育て支援というのなら違う気がする、改めて女性のための制度を考えさせられるというツイートをしており、まあそのリツイート欄や返信欄の中では、その少子化が進んでいる昨今の中で、そういう働く労働者の権利を抑圧するような発言をするのはどうなのかということで絶賛炎上をしております。はい、まあ端的に言うと、その労働者としての権利を使って何が悪いのかっていう話なんだよね。一応その育休っていうのは、その労働基準法上を認められた権利なので、それを援用しているだけで一体なぜ批判されなければいけないのかっていう。まあね、その女性のさ、その育休の取得率が多いのは、まあ様々な背景があり、それはまだ男性の方が一般企業において地位が高いという事情もあるでしょう。で、男性の方が所得が高いという実情もあるでしょう。あるいはそのメンタリティの部分で、女性が自分で育てたいと望む場合があるでしょう。ただその育休という認められた権利を使って何が悪いのっていう話なんだよね。だからそれは6年になろうが8年になろうが、あるいは10年になろうが、それはその子供を産んで育休取っていいですよっていう制度なんだから、それを取ってもう別に良くないっていう単純な話なんですけども。でさ、その育休をなぜ男性が取らないかみたいな話がこういう場合出てきて、でそのなんか女性の育休を保護することによって女性の社会進出が阻害されてしまうと。でそれがあるんだったら、なぜ育休制度を叩くのっていう話なんだよね。いやもうそれはその男性に育休取れて終わりの話じゃん。だからもうそれはなんか家庭の問題であって、なんかそれがその女性の権利云々っていう話じゃないと思うんだよね。あ、ほら一応さ、今の現状では男性が育休を取ることも可能なわけじゃん。でも男性は 3% くらいしか育休取ってないんだよね。で女性がほとんど育休を取っているというところに、まあそのなんだろう、まあ日本の社会的な状況もそうだし、あるいは男女間におけるその育児の取り組み方みたいなものが現れてると思うんだよね。でそれをその女性が育休を取る比率が多いからといって、なんか社会が女性を社会進出させていないかのような論調に確一的に持っていくのはどうかなと思うんだよね。だってほら、女性の方がキャリアを優先させたくて、で男性の方が子育てをしたいっていう家庭だったら、男性の方が育休を取るはずじゃん。なんかその社会進出することが幸せの前提って言ってる、なんかそれがなんか正義なんだみたいな論調にしてるっていうのは、僕はどうかなっていう気は
しているんだけども、なんかずっとキャリアを続けることが正義なのっていう話なんだよね。あ、それはその男性女性関係なくて、だからそのなんか仕事とかあるいは子供とか結婚とかっていうライフイベントに対して、それに対して人がどう感じ何を欲するかっていうのは人それぞれなので、なんかその社会進出が正義みたいな論調で物事を語る人の意味がよく僕は分からないんですけども、だって働きたい人は働き続ければいいし、その育児したい人は育児すりゃいいじゃんっていう、まあ、ちなみにあのドイツではエルタンツァイトっていうあの育児制度が認められていて、何年だったかな、確か一人産むと2年間で、夫婦合わせて3年間の育休が確か認められていて、で給料が 60% くらい保障される、あるいはドイツってフルタイムとパートタイムに分かれていて、ドイツでのパートタイムっていうのはその短く働く正社員なんですよ。あの要は社会保障とかその他の福利厚生は正社員のまんまです。ただ給料が働く時間によって減りますみたいな。例えばそのフルタイムの人って週40時間働くんだけども、週3日勤務の場合は月給は5分の3になります。ただ社会保障とか有給休暇とか福利厚生は正社員のまんまです。で、あの解雇されない権限というのも正社員同様に保障されてますっていうものなんだけども、それをあの子供ができたりするとそのパートタイムにシフトできたりするの。なので、あの子供を育てながら仕事をする、あるいは子育てに集中するために休むっていう両方の権限が認められています。ただそれでもその育休を取る男女比率って女性の方が多いんですよ。で、その、国会議員の女性比率も日本より多いよね。でもその育休休暇を取る男女比率ってやっぱり女性の方が多いというとこあたりに、そのなんか男女間だったり、その男性という性別、女性という性別の間で子供を育てるというプロセスに対しての、そのなんだろう、生物としての男性と生物としての女性という間で何かしらのこう違いみたいなのがあるんじゃないかなという気はしましたけども。だからね、多分その完全に男女平等になりましたと、社会的にね。で、完全にそのなんだろう、社会におけるその完全な男女平等が実現されたとしましょう。で、そこで育休だったりその育児に対する取り組みが男性と女性で1対1になるかって言ったら、僕はならないと思うんだよね。まあなので、その育休という制度があって、それは男女ともに保障はされていますと。ただそれがなんか、なんだろう、その女性が多く取るという現状の中には、その社会的な要因ではなく、そのなんか子育てに対する性別感の、意識の違いだったり、もともと備わっている、なんだろう、そのなんか本能的な部分の違いもあると思うので、なんか女性が多く取ってるからそれはおかしいっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていう気はしています。で、今回に関しては子供を4人産んだので、その計6年間育休を取ってますっていうのは育児介護休業法に明記された権利なので、なんか何の問題なのっていう話なんですけども。あ、だからその夫の方が育休取らないっていう話であるのであれば、それはもう家庭の問題なので、その赤の他人がとやかく言うようなことでもないような気がするんですけども。だからこのフィフィさんってさ、ほら元はなんか外国人タレントみたいな感じで出てきた人なんだけども、なんかだんだんあれだよね、その極右とか、あるいは弱者叩きみたいな感じの論調のビジネスを始めましたよね。まあそれは本人が思ってやってるのか、あるいはそういう感じで仕事をもらってるからかは知らないけども、
ただね、あの女性の敵は女性っていう、なんか世知辛い昨今だなーっていう気はしますけども、ほら男性っていうのは大体男性の味方をするんですよ。でもほら女性の中でさ、女性の敵がいるとさ、女性の権利はもう守られないわけですよ。だからね、なんかこういう人がいると、働く女性だったりお子さん持ってる女性にとってはなかなか厳しい社会になるんじゃないかなっていう気はしてますけども。でさ、そのなんか育休取るやつが許せねえとか、育休取られると仕事に支障が出るって言ってる人は、それはもう職場の問題です。あのもうその誰かが欠けた時に仕事が回らない状態になっているのは、それはもう会社のなんか、管理職だったり、あるいはそこにいる職場の人たちがそもそもでタスクをマネージメントできてないから、そういう問題は起こります。だってさ、一人さ従業員がさ抜けただけでさ仕事回んないっすっていう会社ってもうやばくない？なんか病休とか取れないじゃん、そういうとこって。なんかというわけで、なんかそれはその育休を取った人の問題ではなく、育休を取ったことによって経営が回んなくなってしまうような会社だったり職場が悪いんじゃないかなっていう気はしているし、それが許せねえっていう人はなんか育休許さないですって公言してるような会社だったり、あるいは自分で起業すりゃいいんじゃねえのって思うんだけども、まあなんか雇用されて働いている以上は、そこには労働基準法であったり、それの周辺のその労働者を保護するような制度があって、でその上であの労働者の人たちっていうのは働いているので、一般企業で働いているのであれば、まあ、なんかそれが許せないと思っていても、それは権利として保障されていて、それを取りますって言われたら経営者側は否認することはできません。なぜなら法律で決まっているから以上っていう。なんかちなみにこのフィフィさんって結構その外国人的な視点でものを話すんだけど、なんかそのウィキペディア情報によると2歳の時に日本に移住してるんだよね。で日本の学校を卒業して日本の大学を出ていますと。だからほとんどあのバックボーンとしては日本人なわけですよ。だからほら、その辺のなんか日本人のおばちゃんが、あの NHK のアナウンサーっていうのは子供3人産んで育休6年間も取ってるなんて許せないわっていう風に言ってるようにしか僕には思えないんですよ。だからね、なんかその子育てとか若い人は厳しい世界の中で頑張るべきみたいな、なんか若者がというか、その他の人が楽してんのが許せねえみたいなことを言ってる人が多いんだけどさ、なんかそれを言って、なんかその何の自分にとって利益があるんだろうってすごい思うんだよね。その時間別のことに使えないよって思ったりするんだけど、まあこの人の場合はね、あのそういうビジネスをやっているのでしょうがないんだけども、なんか普通のおばちゃんとかおっさんで若者は生ぬるいとか、あるいはなんだろう、最近の若い世代の子育て世代は贅沢しすぎみたいなことを言ってる年寄りの人たちって、そのなんか一方では若い世代は子供を産むべきって言ってる人たちもいるわけじゃないですか。でさ、その若者にとって子育てが厳しい社会だったら誰も子育てしないよねっていうので、それで子育て誰もしなくなって困るのは年寄り世代なわけですよ。なんかそれを分かってない老害たちが多すぎっていう。あ、だからその若い世代に何だろう、こう子育てしてほしいんだったら若い世代が子育てしたいと思うような社会にする必要があります。でその厳しい社会と緩い社会だったら、若い人たちはどちらの社会で子育てをしたいですかっていう単純な問いを僕は問いかけています。だってほら、なんか育休取ってすげえ叩かれる職場と、育休取ってもいいよって言ってくれる職場だったら、後者の方が育休を取る人は多いわけじゃないですか。そしたら後者の方が出生率は上がりますよねっていう、すごい単純な話をしています。まあね、なんか日本で
働く女性に対して、まあ確かにそのキャリアを続けながら子育てをするっていうインフラは足りてないっていうことは事実ですが、ただ育休を叩いたからといってそれが解消するとは限らないわけですよ。だからね、なんかで割とその支持してる人が多かったりするので、なんかこれから子育てしていく世代は大変だなと思った昨今です。今日はこれで失礼したいと思います。お疲れ様でした。